探索するのも悪くない。ジャックについていくよ。敵がいる。サクッと倒そう。行け。これってさ、いい装備なんじゃない？もらっておこう。大歓迎だな。降りかかる火の粉を払おう。できたか。ジャックがいれば負けないさ。楽勝楽勝。ジャック、物足りないって顔してるな。これでいく。敵がいる。サクッと倒そう。体勢下がってるっぽい。撃ってやるさ。この程度なら負けないね。次やるぞ。どう？叩き潰すぞ。
これが実力か。怪我は手当てしておけ。さてと。いや、燃え尽きろ。発見。さてと。健康だ。やるか。降りかかる火の粉を払おう。よし、次に進もう。よく見た方がいい。もらっておこう。出てきたか。ジャック、やってやろう。さてと。なんかヤバくなってきた。大丈夫だ、俺たちの方が強い。やれろ。健康だ。
てば。ジャック様、クリスタルの祝福を。ジャックさん、クリスタルの祝福を。ブラボカは港町よ。コーネリアの南にも港はあるんだけど、今は閉鎖中だから船は使えないの。光の戦士様がうまいことやってくれると信じて、俺は畑仕事に励むかね。子供たちが光の戦士ごっこだってあんたたちの真似をするようになったのよ。でも顔がまるで悪人なの。間違いなくジャックの真似よね。ジャック、怪我してないかい？光の戦士だからって言って無理しちゃダメだよ。プラボカから来たやつに聞いたんだが、黒服の男とつるむようになってから海賊連中は見たことのない船やら武器を使い出したらしい。ジャック様、クリスタルの祝福を。ジャックさん、クリスタルの祝福を。最近よ、腰痛が治ってきたんだよ。これも光の戦士様のおかげかね。いいことは全部あんたらのおかげかもってつい思っちまうんだ。子供たちの光の戦士ごっこ第二幕、光の戦士腹を空かせてダダをこねる。あの姿あんたらに見せてやりたいよ。あれは間違いなく魔物だね。この前セイラ様とミア様が声をかけてくれたんだよ。こんな庶民相手に体の心配をしてくれてさ、本当にいい姫様だよね。ああ、こんな世界でももうちょい長生きしてみるかって前向きな気持ちにさせてくれるよな。もちろんジャック、あんたらも俺たちの希望だ。長生きできる平和な世界期待してるよ。